おい、嘘だろ？一個100ベルで買った株が今日0ベルだって？おい、冗談言うなよ。僕は100ベルする株を1万個も買ってしまったんだぞ。なあ、つぶきち、何かの間違いだよな。間違いじゃないだろもん。おい、豆吉、ちゃんと返金はできるんだよな。きちんと100万ベル払ってもらうだなもん。え、でもどうしよう僕、そんなお金ないよ。働けばいいだなもん。働くってどこで働くの？たぬきち先生がいい働き場所を知ってるだなもん。明日夜の12時に飛行場に来るだなもん。明日は夜の12時に飛行場か。よし、借りたお金だからな、返せないと。わかった、じゃあまた明日来ます。こうして僕の借金生活は始まってしまった。はあ、こりゃ朝まで残業だな。朝まで終わるといいけどな。あ、これも映ってる？よーお前らデルタだということで、今回なんですけども、いや今回はね、なんと株で大損して100万円の借金を作ってしまいました。いやなんかね、あの後ね、歌舞伎地に連行されて、夜も暗い工場地帯の島にね、送り込まれてしまいました。いやー僕ここで100万円稼ぐまで自分の島に帰れないからね、頑張って稼いでいこうと思います。めっちゃポジティブだな。でね、そんな僕が今日はね、工場の案内をするんだけど、じゃじゃーん、島のマップはね、こんな感じになっています。島々っていう名前だね。全体的に作り込まれてるような感じがする。いや楽しみだな。いや普段からここで働いてたから、全然知ってるからね。知ってるから。早速回っていくんだけど、みんなやばくない？ここやばいよね、この後ろの背景。ガチで工場なんだけど、まあ、ここがね、工場一望できるスポットとなっております。でこっちを渡ると、いやなんかすごいよね、ほんと工場系というか、こういう機械系の家具ってこんなあったんだなってちょっと思った。でちょっとね、下回っていくとこんな感じになっています。ライトアップされてるのめっちゃかっこいいよな。でね、サムネイルの場所がここなんだけど、見て、やばくない？いや僕ね、ここ来た時ね、さっきちょっと下見したんだけど、ガチで感動した。すごい形になってるよね。ちなみに僕は借金を抱えているので、今日の服装はタンクトップのシャツです。感染対策もバッチリです。で左行くとさ、こんな感じになってて、ここも一望できるのすごいよね。これってさ、ドラム缶マイデザインとかあるのかな。このドラム缶初めて見たぞ。で左行くと、あれ、もしかしてあなたも工場の労働者ですか？初めて会うよね。初めましてですよ。島々へようこそ。夢のようなひとときを過ごしていってね、手羽よ。いや、できればね、夢でありたいよね。このさ、なんて言うんだろう。鉄板？なんかこういう床あるじゃん、工場地帯に。こういうあと黄色と黒のやつとか。いや、めっちゃすごいよね、ほんとに。で、こっちから下へ綺麗になってて。うわ、すげえ！電車まであるんだけど。しかもさ、あのライトってどうやって再現してるの？ちょっと、はしごで行ってみるか。よいしょ。さあ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 。あ、これ、あれか。近づくまで気がつかなかったんだけどさ、これ、キッチンのやつだ。うん。ほら、シンクと IH コンロがある。これ、あれかな？なんか映画流すやつの光を使って電車を表してるのかな？いや、すげえ！今まで見た電車の中で一番クオリティ高いかもしんない。いや、すごすぎるな。ああ、今日もさっさと仕事しないと。上司の人に怒られちゃう。いやーもう朝方の4時か、早く終わらせないと。で少し戻って右側降りると、じゃじゃーん、こんな感じのね、街になっています。いやこれすごくない？中華ですよ、中華。いやめっちゃ雰囲気出てるよね。さあさあさあ、ちょっと奥に進んでいきましょう。おお、すげえすげえ、めっちゃ雰囲気ある。ちょっとここら辺でラーメン食べてこうかな。いややっぱ仕事終わりの一杯はうめえなー。で右側行くとこんな感じに商店があったりとかね、自販機、ゴミ箱とか、めっちゃ雰囲気があります。いやこういう路地裏的なところってさ、めっちゃ惹かれるよね。いや僕さ、海外旅行人生で一回も行ったことなくて、一度でいいからね、中国とか行ってみたいんだよな。まあ今はねこんな時期だから行けないけど、あつ森で来ています。海はねビーチっぽくなってて、まあ、仕事で疲れた癒しのひとときを過ごせますよと。あ、ちょっとゲームをしていきたいな。うん。ちょっとゲームをしていこうか。よし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 。よし。あ、やばいやばいやばい。上司の人に見つかったら大変なことになってしまう。仕事へ戻ろう。
ちょっとさ、この下のオフとか行ってみたいよね。ちょっと行ってみるか。いや、すごすぎる。なんかもう物が多すぎてさ、読み込み速度が追っつけてないの分かる？これ若干。で、まっすぐ行って、わ、すげえ！こんな感じになってたんだ。あ、ここは通れない感じなんだね。で、ちょっと左側進むと、うわ！なんだここ！え、すげえ！これ何かの石像なのかな？博物館あるね。ちょっと博物館入ってみるか。そうた先輩お久しぶりです。お邪魔してます。いやー、美術品とかちょっとどれぐらいコンプリートしてるか見たいな。いや、僕ね、実を言うと僕の島は美術品まだ全然集まってないです。え、すげえ！え、これもしかしてさ、コンプリートしてるんちゃいますか？いや、すげえ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 。おー誰？で、下行くと、あ、さっきのやつってこれかな？はいはいはい。もののふの彫刻。紀元前210年。だいぶ昔だね。いやー、すげえ、全部揃ってんじゃん。ちなみに僕の美術館は、これしかありません。少なすぎなんだよな、ほんと。あ、これ考える人だ。すげえ。いいな、羨ましい。いや、僕も美術品揃えたいな。でね、町の方の下側に移ってみたんだけど、こんな感じにね、なっていました。ここも中国っぽい感じなのかな。怒ってるタコがいる。あいつの名前なんだっけ？ド忘れしちゃった。タコリーナ覚えてんだよな、ピンクのタコ。家の方もね、こんな感じになっています。お、すげえ。海のスペースもちゃんと利用してるわ。滝も綺麗だね。よいしょよいしょ。はい、ということでね、工場の街いかがだったでしょうか。概要欄にね、制作者様のツイッターとね、夢番地貼っておくんで、ぜひともね、チェックして、島に遊びに行ってみてください。いやーまあね、僕はこの後ね、まあ無事100万円食べて、どれぐらいかかるかな。もしかしたら、1年ぐらいかかるかもしれませんね。いやー頑張って働くか。借りたお金は返さないといけないからな。こうして1年が経過し、やっとの思いで自分の島に帰れました。はぁ、やっと借金返し終わったよ。あ、ジュースでも買おうっと。いやー、やっぱジュースが買えるって幸せなことなんだな。さーてと、この後何しよっかな。あ、そういえば今日株がまた安いらしいんだよな。